仕掛けいっぱいのユニークなスゴロクと誰でも遊べるミニゲームが盛りだくさん。みんなで一緒に楽しめるマリオパーティー最新作が Wii U に登場。マリオパーティー10。みんなで同じ乗り物に乗り込んで順番にサイコロを振りながらボードマップに散らばったリトルスターを集めるマリオパーティーモード。海の中や空の上など特徴や仕掛けの異なる5つのボードマップを最大4人で遊べます。道中にはイベントがいっぱい。リトルスターをかけてミニゲームで対戦したり、立ちふさがるボスとのバトルなど、さまざまなイベントを乗り越えながらゴールを目指し、より多くのリトルスターを集めた人が優勝です。クッパ襲来。クッパ役とマリオチーム1対4に分かれて対戦。クッパパーティーモード。ボードマップにクッパ登場。マリオチームはみんなで協力しながらひたすらクッパから逃げゴールを目指します。対するクッパ役は大量のサイコロを使って追いかけます。マリオチームに追いついたらミニゲームスタート。クッパ役のプレイヤーは Wii U ゲームパッドを操作。ゲームパッドに息を吹いて灼熱の炎でマリオたちを攻撃したり、逃げ惑うマリオたちをハンマーで叩きのめしたりと、さまざまなミニゲームで追い詰めていきます。クッパの攻撃をかわしマリオチームが逃げ切るのか、それとも全員をリタイアさせてクッパが勝つのか、ハラハラドキドキの勝負が楽しめます。本作に収録されているミニゲームは4人でのバトルはもちろん、2対2のチームバトル、1対3の変則バトルや、クッパ対4人のバトルなど、全部新作70種類以上。もちろんミニゲームだけを手軽に楽しむこともできます。ルールが変われば遊びが変わる。いろんなパーティーが盛りだくさん。マリオパーティー10。アミーボー。マリオパーティー10でアミーボを Wii U ゲームパッドにタッチすると、新たなパーティーモードアミーボパーティーが遊べるようになります。アミーボパーティーはアミーボをコマに見立てて専用のマップをぐるぐる回りながら遊ぶスゴロクゲームです。最大4体のアミーボが参加でき、そのキャラクターにちなんだボードマップで遊ぶことができます。例えばマリオのマップではキノコで巨大化して他のキャラクターを吹っ飛ばしながら進んでいくなど、マップによって異なるさまざまなイベントが発生します。またアミーボにパワーアップアイテムをセットしてマップに持ち込むこともできます。新たにスーパーマリオシリーズのアミーボが登場。アミーボ。マリオパーティー10にマリオのアミーボがついたお得なセットも。